アサヒハイフューチュリティステークス、アサヒハイフューチュリティステークス、アサヒハイフューチュリティステークスは、日本中央競馬会、JRA が、阪神競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争、GI である。競争名の、フューチュリティは、英語で、未来、将来を意味する。聖賞は、アサヒ新聞社賞、日本橋協会連合会会長賞、 欧米では1786年のニューマーケット競馬場を皮切りに2歳馬の競争が行われていたが、日本では1946年秋の東京競馬場で初めて3歳、現2歳馬による競争が行われた。その後も各地の競馬場で3歳、現2歳馬の競争が行われるようになり、1949年には関東地区の3歳、 現2歳馬チャンピオン決定戦として、朝日杯3歳、ステークス、朝日は遺産再ステークスが、中山競馬場で創設された。以来、2013年まで長らく、中山競馬場で行われてきたが、2014年より、試行場を、阪神競馬場に変更した。競争名は2001年より、バレー表記を国際基準に改めたことに伴い、現名称に変更された。 創設当初の試行距離は芝線1 0 0メートルで、1959年より芝線2 0 0メートルへの変更を経て、1962年以降は芝線6 0 0メートルで定着している。競争条件は1991年に、ボバ、ヒンバのチャンピオン決定戦を明確にすることを目的として、ボバ、千馬限定となったが、2004年より、ボバ、ヒンバ限定に変更され、 以降は1000馬、巨成したボバが出走できなくなった。外国サンバは1971年から、地方競馬所属馬は1995年から出走可能になったほか、2010年からは国際競争となって、外国馬も出走可能になった。翌年の3歳クラシックレースにも直結する重要なレースとして位置づけられているほか、過去の優勝馬からはコバになっても、 大レースを優勝する馬が出るなど、様々なカテゴリーで活躍馬を送り出している。以下の内容は、2015年現在のもの、出走資格、サラ系2歳ボバ、ン馬、出走可能頭数、最大18頭負担重量、バレー、ボバ 55kg、頻馬 54kg。出馬投票を行った馬のうち、優先出走権を得ている馬から優先して割り当て、 その他の馬は通算収得賞金が多い順に割り当てる。地方競馬所属馬は同年に行われる下表の競争のいずれかで2着以内に入着すると本競争の優先出走権が与えられる。上記のほか中央競馬で施行する芝の2歳重賞で1着となった地方競馬所属馬も出走申し込みができる。二千十五年の一着賞金は七千万円で、 以下2着2800万円、3着1800万円、4着1100万円、5着700万円。本競争創設の発起人となったのは、馬主会の重鎮であった二代目、中村勝五郎の息子、中村正幸、三代目、中村勝五郎である。中村は当時相乗事件が頻発していた競馬のイメージ改善を図るため、 競馬ファンであった朝日新聞編集局長の忍ぶ、勘一郎に社長の提供を持ちかけた。当初は最高格競争である東京優秀日本ダービーへの提供を起としていたが、当時の国営競馬、農林省競馬部が一社のみに許可を出すことを良しとしなかったため、代わりに3歳馬のチャンピオン決定戦という性格を持つ特別競争を新設することになった。 朝日新聞記者で当時父親が同社企画部長を務めていた東山明によれば当時は社内でも競馬を社会役とみなす意見が多くこの件が図られた部長会では激論が交わされたといい演算は父は当然賛成に回ったが反対派を解き伏せ決断を下したのは役員でもあった忍ぶだったろうと推測している新聞社の名がつく競争ならば 競馬の社会的信用も高められると考えから、競争名は、朝日坂月三歳ステークスとされた。戦前から競馬を敵視し続けた朝日新聞社が、競馬を大衆娯楽、スポーツと認めたことは、他の大手マスメディアを刺激し、1955年までに、読売カップ、読売新聞社、毎日王冠、毎日新聞社、東京新聞杯、東京新聞社、NHK 杯、 日本放送協会、日本経済省、日本経済新聞社、産経省、オールカマー、産経新聞社といった競争が次々と新設された。なお、第二次世界大戦終結より間もない物資不足の時代であったことから、優勝カップは中村が戦前に獲得していた、アラブ大藩での優勝カップを長金氏の死の大王が仕立て直す形で制作された。 このカップは、各年度優勝馬種の持ち回りという形で提供されている。また、副賞には、中村家の触覚であった、東山会議の12号台の絵が、たびたび提供された。距離はすべて、芝コース、優勝馬のバレーは、2000年以前も、現行表記に揃えている。競争名は、第1回から第52回が、朝日杯3歳ステークス。 第53回以降は、アサヒハイフューチュリティステークス。なお、東京総は2016年時点での JRFHGI 全22競争の中で、唯一、竹豊が勝利していない競争として知られていた。2015年は、エアスピネルが一番人気に押され、JRFHGI 完全制覇が期待されたが、惜しくも2着に敗れている。2017年に、大阪杯と、 ホープフルステークスが GI に格上げされたが、部は同年の大阪杯で勝利したため、2017年6月時点では未勝利の JRAHGI は東京層とホープフルステークスの2競争となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。